バッターボックスには代打の檜山、まあ、この檜山が打つということになりますと、はい、これ、まあ、同点にされるチャンスピンチというか、はい、機会が、あるんですけれども、それからにもタイガース の, そのベンチが一気に盛り上がりますから ね, すよね。一気に本当ファンもそうですけど、はい、盛り上がってくるので、はい、本当でここは打たれたくはないんですよ ね, そうですね。ホークスとしては打たせてはいけないバッターです。球目150キロが出ました。まあ、ああやって低め低めっていう意識でいいと思うんですけどね、やっぱりこの回どうしても高めに浮いた球が多かったので、はい、やっぱりねもうちょっとね意識して低めっていうのを、はい、しっかり投げてほしいなと思いますね、はい、ワンボールワンストライクになっています。代打檜山、山崎は外低め、弾き返した、右中間破っていく、二塁ランナーライオンを振り返ってくる、同点に追いついたタイガース、パディアは打たれました。盛り上がりを見せるレフトスタンド、代打の檜山が打ちました。2対2の同点になりました。ここまで好投していたパディア、この7回にタイガース打線に捕まりました。いやー、お見事ですね。そうですね、この1本は、はい、高めのボールですね、高かったですね、はいはい、代打起用に応えました檜山です。本当打たせてはいけない人に、打たれてしまいましたね。そうですね、さあバッターボックスには柴田が入っています。まあでもより意識をしてゾーンを上げてスイングしているファイターズ、あ、阪神の打線っていうのを見た感じがしましたよね。あ、そうですね、ここはインサイドのスライダー、バットが手を振っています。まあ、球数的にはね、まあ、その今ので102球なんですけれども、はい、五十嵐、それから、千賀、岩崎といるんですが、はい、球数的に考えるとやっぱりこの7回はね、バディア、そうですね、もう1回行ってほしかったなと思うところだったですよね。そうですよね、まあ、五十嵐投手もね、やっぱ上がったばっかりなので、っていうのもありますし、はい、このね、いい感じで一塁に抜けていく、二塁ランナーは三塁を回ってホームに帰ってくる、今ボールがバックホームされる、勝ち的な逆転、タイガース逆転に成功です。福岡出身柴田光平、地元ヤフオクドームで逆転タイムリー、パディア打たれました。そしてここで秋山監督が出てきます。いや、今の今日左バッターをずっと打ち取ってきたボールですよ。そうですね、まあ、それが、まあ、甘くなったのかなとありますもありますし、でもその前までの打席2打席とも、同じ球で三振してますからね。そうなんですよね、それを待ってたのかなと、あ、かもしれませんね、思いますね、はい。